大隈重信明治14年の政変とは、開拓地勧誘物払い下げ事件に橋を発した明治時代の政治事件。大隈重信一派が明治政府中枢から追放された事件である。1881年に自由民権運動の流れの中、憲法制定論議が高まり、政府内でも君主体験を残すビスマルク憲法か、イギリス型の議員内閣制の憲法とするかで、 争われ、前者を支持する伊藤博文と井上薫が、後者を支持する大隈重信とブレーンの慶応義塾文化制を政府から追放した政治事件である。近代日本の国家構想を決定づけたこの事件により、後の1890年に施行された大日本帝国憲法は、君主体験を残すビスマルク憲法を模範とすることが決まったと言える。 明治10年代の明治政府において、大久保利道亡き後、と国会開設運動が交流する中で、政府はいつ立憲体制に移行するかという疑問が持ち上がっていた。そのような状況下で、政府は消極論者の右大臣、岩倉智美を要しながら、全身的な伊藤博文、井上薫と、やや急進的な大隈重信を中心に運営されていた。大熊は、 政府内にあって、財政政策をめぐって、松方正義らと対立していた。さらに宮中にいた保守的な区内官僚も、天皇申請を要求して政治への介入工作を行うなど、政情は不安定であった。薩長とイオン藩の連合が変化し、薩長二藩市場主義的方向へ姿を変えていた。またこの時、大城大臣、三条耳が薩長と談合し、 自由民権運動と結託して政府転覆の陰謀を企てたとして大熊の姫を明治天皇に願い出た場面が記録されている。1880年に入ると立憲体制に消極的であった岩倉も自由民権運動への対応から賛議や諸教から今後の立憲体制導入の手法について意見を求めることにした。伊藤は同年暮れに意見書を提出し、 全身的な改革と上院設置のための家族制度改革を定義した。ただし、どこの国の制度を参考にするかは明らかにしなかった。伊藤に愛前後して、参議ラから次々に意見書が出され、様々な意見が出される中で一人大熊だけが意見書の提出を先延ばしにしていた。1881年3月、ようやく大熊が、 左大臣のアリス川の宮たる人親王に対して密相という形で意見書を提出、その中でイギリス流の立憲君主国家を標榜し、早期の憲法交付と国会の二年後解説を主張したのである。5月に内容を知った岩倉はその内容とともに、自分を無視してたる人親王に極秘裏に意見書を出した経緯に激怒し、大上官大書記官の井上武氏に意見を求めた。 井上武氏は、オークマーンと福沢諭吉の民権論との類似点を指摘して、一刻も早い対抗策を出すことを提言。岩倉の命令を受けた井上は、ドイツ帝国を樹立したプロシア式に習った君権、主義国家が妥当とする意見書を作成した。だが、大熊の密葬も岩倉、井上武氏の意見書も他の政府首脳には、詳細が明かされなかったために、 伊藤がこの事情を知ったのは6月末であった。ただし、伊藤は大熊に対してのみではなく、岩倉、井上武氏が勝手にプロシア式の導入を進めようとしていたことに対しても、激怒して説明に来た井上武氏を罵倒した上で、耳に爺を伝えた。岩倉は伊藤に爺の本意を求め、井上武氏も国家基盤を安定させてから、 イギリス流の議員内閣制に移行する方法もあるとして自説への賛同を求めたが、伊藤はイギリス指揮かプロシア指揮かは今決めることではないとして、岩倉が唱える大隈追放にも否定的であった。この間にも井上武氏が伊藤の名優、井上薫を自派に引き入れ、伊藤が薩摩罰と結んでまず憲法制定議会開催時期の決定することを求めた。 一方、自由民権運動は3月に起きた、ロシアのアレクサンドル2世暗殺事件で過激な論調が現れるようになっていた。そんな折の7月末に、東京横浜毎日新聞及び郵便放置新聞のスクープにより、薩摩閥の開拓長官、黒田清隆が、同郷の政書、五代とも厚に、格安の金額で、勧誘物払い下げを行うことが明るみに出ると、 政府への強い批判が起こり自由民権運動が一層の盛り上がりを見せた。さらに、大倉省内の大熊派が黒田の払い下げ内容が不当に廉価であるとして中止を公然と主張したことから伊藤が大熊派の利的行為に激怒して一転して大熊追放に賛成する。8月31日、政府は大熊と民権陣営が結託した上での陰謀と断じて、 大熊の追放を決定した。政府内で払い下げに反対していた大熊の処分と反政府運動の矛先を収めるため岩倉、伊藤、井上武志らは 天皇が行行から帰京した10月11日に午前会議の再挙を得て翌日国会開設の招職などが公表された。また、大熊邸を伊藤と西郷嗣道が訪れて辞表的なお、この際に建国の本格源流をことにす。あれをもってこれに移すべからずという政府首脳間の合意がなされ、結果として自由民権運動や大のるフランス流や イギリス流を否定したものの、岩倉らの進めようとした、プロシア流についても一般は、白紙撤回されることとなった、流論者の政府内での立場が強化されたのは事実であるが、一方、すでに、プロシア式の憲法導入に、積極的であった、岩倉や井上岳と違い、政変後の伊藤個人は、立憲体制導入の決意は固めていたものの、 どの形態を取るかについてはまだ確信は得ていなかった。また、家族制度改革や将来の内閣制度導入をめぐって、岩倉との間に見解の相違があることも明らかになってきた。このため、1882年、伊藤はドイツの憲法事情を研究するという名目でドイツを訪問するが、それもあくまでも岩倉の意に沿ったというだけではなく、単に、 イギリスやフランスのことは自由民権派の人たちが研究するだろうから彼らが研究しないドイツを選んだという選択に過ぎなかった。伊藤がプロシア式の憲法導入の決意を固めたのは現地で指導を受けたロレンツ・フォン・シュタインの助言によるものであるとされている。伊藤は1883年に岩倉の死に合わせるかのようにして帰国して、 本格的な憲法制定作業に取り掛かることになった。政府から追い出されゲ野した慶応義塾文化生らは、自治進歩を立ち上げ、実業界へ進出することになる。特にゲ野し、三井に採用された中見川彦次郎は、その後、三井に多くの慶応義塾出身者を雇い入れ、財界への基盤を確固たるものにした。また、野に下った。 大熊も10年後の国会開設に備え、翌1882年3月には、小野あずさ、矢野文雄と共に、立憲改新党を結成。また、同年10月、政府からの妨害工作を受けながらも、東京専門学校を早瀬田に開設した。後に、大熊はこの時のことについて、大熊白石実団において自信がありすぎたと、述べている。また、 明治10年代の日本ではすでに近代的な郵便制度が発足していたが、明治14年の政変に際して政府交換は使用人を介した私的な所管によって対を相談しており、明治諸島においては機密保持のため指摘使用人による情報交換がなされていた点が指摘される。その他の官僚、編集、小野あずさ、矢野文雄、犬飼い武士、 牛場拓造、大熊秀マロ、小崎幸夫、島田三郎、田中幸造、津田純二一、中野武中、中見川彦次郎、牟田口元学、森下湧くす。ありがとうございます。